これじゃね、曲の始めに戻る。お、なるほど。戻ってきてこれる？戻ってこれると思う。3秒待って。落ちた。動き、あ、合ってる、合ってるから。いや、あのディスコードに一応正解。ででで、やった。曲の始めに戻るでした。さすがですね。あのね、その Y さんがダルセイノって言ってたじゃん。確かあれがなんか特定の記号まで戻るだって。それってなんかあのシーンみたいな、なんか点々、なんか線3つある、線3つっぽいあれやつ。 S にあの米印で終わったよね。あれね、あれの名前、あれが思い浮かんだんだよ。その断線に聞いてる時、縦線2つっぽいやつだよね。線2つになんか点々入ってそうなやつ。まあ今パッてダカポがこんな感じのやつでしょ。わかるそれ。あのね、今年新エヴァンゲリオン出るからね、それで出て学んだわ。あー、それか。そう、それで次の問題いきましょう。はい、はい、はい、いきまーす。はい、あ、くっそ。O は酸素、じゃあ C はなんだ。ライバンさん、はい、じゃあなんか今答え聞こえたぞ今。正解。あ、はい、炭素ですね。はい、あ、あ、ここでさ、これで俺分かっとったんだよな。 P って、これはね、あれね、 リンって、 リンって、 P は確かリン、リン、リン、リンって入れて、リンって、リン、リン、さん、リン、リン、さんだよ。リンは、 P はリン、さんだよ。さあ次行きましょう。どんどん行きたいんだよ。初代マリオ64のスターの数は、ラメリーさん、あ、お、早い、120。早い。正解。早い。昨日 RTA 見ててよかった。120万 RTA 見ててよかった。6位は DS 最高値なんだよな。すごい。6位は DS 最高値なんだよ。50で。なんでだろう。秋桜って言うのかな。わかんないけど。なんて読むでしょう。秋の桜でなんて読む、これ限定あったっけ、間違えたら。聞いたことあるんで。ないよ。今ないよ。あ、オッケーオッケー。俺答えいそうやったかな今。違うよね。はい、え、待って、コスモス、お、コスモス、え、コスモス、キサラギ、キサラギ。キサラギゴールドスター、正解。おー、コスモスですね。はい、イエー、よくわかったらこんな。すごっ、すごいだわ。さすが、やっぱね、いざ鎌倉、いざ。それクイズをいけ。あ、鎌倉のゲームさんはどんなモード。稲妻さん、間違えろ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 。アドベンチャー、あ、よっしゃ。あー、残念。ワイバンさん、スポッ、連射がすごかった今。ベーカー、あ、そう、そうですね、はい、予感、ベクティンチャーです。間違いなく予感で、すごかった。ラメに踊るんだけどな。あ、そうやったっけ。あの、いやで、いいか、アドベンチャー。これはまあ、C とかの時ジャバエディションですね。 SP だっけ、 SP だっけ。ジャバも完全にアセスだ。おい、あの、お前ら統合版ばっかやってんじゃねえのか。ジャバ、ジャバなんだよ。ラメビースター。あー、もっと言うと、なんていう、バイバンさん、これは結構ラッキー、ドクターペッパー、正解。うわ、やったわ、やったわ、これ。ドクターペッパーです。俺がすっげーよく飲んでるやつね。アメリカのね。炭酸飲めねー、炭酸飲めねー。なんかね、聞くところによるとね、コーラってなんだっけ、お薬みたいなやつだったでしょ、最初。そういうお薬の副産物みたいな。はい、出ました。はい、リコピンが含まれている食べ物といえばトマト。正解。リコピンって何。まだね、俺たちはまだ、俺たちの年齢はそこまで習ってないよ。正解で、なんか栄養有名じゃない。うん、有名ですね、トマトで有名です。さあ皆さん、急に狂いますからね、急に問題振りますから気をつけてね。じゃあ行きましょう、13問目でれん。はい、あ、うーわ、うーわ、なんだよお前、分かってんの。正解。これとりあえず見てから、見てから答えなきゃいけない。そう、うちらも質問で見てから答えるから。これ見てから答えてる。はい、ドライスさんや太田さんを使っていた通話アプリ。いや、待って、合ってるか分からん。スカイ
あれ S 大文字にしてないな。あれあいいんだよ。正解、スカイプです。はい、チームスピークと迷ったんだよこれ。カカオトーク使うんだろあれが。カカオトーク、スカイプもね、あんまね、再現使ってる人少ないから。うん、少ない少ない。そうなんだよね。はい、あ、今日だって分かったのに。マサトさん来ました。はい、やった。あ、ハードであれしたゲームキューバと、あの、Wii とか Wii U とかこんな感じで。いや、ファミリーコンピュータ、もう一回言って。SFC の方でいいのね。はい、正解。怖かったよ。ファミリーコンピューターだった。ファミコンかと思った。ファミコンはやばい。性能が。ま、スーパーマリオカートね。はい。マリオカート。結構俺も遊んだな。小学生の頃だからな、俺の。本当に。遊んだよ。なんか、親がね、親がね、スーパーマリオカート時代はね、あれは潰し合いだって。そうやね、潰し合いだね。早く走れるようになったらもう潰し合いだって。うん、クッパ最強説があったよね。クッパドンキー最強説。結構ドンキー、俺の世代には分からんんだけど。分かんない。え？キャラ性能が結構低くてな、ヨッシーとか強かった。最初に触れたの Wii だもん。はい。じゃ、うーん。なんて読むでしょう。ワイバンさん。これ。何これ。水の夏って書く。水の夏。水の夏な。なんかそのものを思い浮かべればいいんじゃないかな。その水で夏って感じを思い浮かべればいいんじゃないでしょうか。何なのかな。思い浮かべたもの全部で感じあれあるね。あああって、待ってよな、夏と夏といえばあれじゃね。あったって、あ、パスですか。あーのーね、思い浮かべた感じが全部当てはまってたわ。どうぞ。あー、くっそ、リンリンさん。くっそ、取られた。マジかよお前。さあ、スイカ。スイカ、マジスイカよ。スイカは西のウリでスイカじゃないですかね。正解です。あ、合ってるんだ。うわ、合ってた。スイカね。ある。ね、ウォーターメロン。スイカっていうゲームがあってね。ゲーム。そう。ゲームであるんですよ。あ、ま、絵は。ああ、ゲーム名でしたか。ちょっと俺も分かんなかったこれは。引っ掛けか。サーカスさんお手製のゲームだから分からんか。ああ、分かんない。はい。あ、うわっ、それ崩壊。それ崩壊は何年に起こった？ソビエト連邦だよ、ソビエト連邦。ソ連国代わりに力。ソ連はちょっと俺も思い出せないな。俺もね、調べたんだけど、間違ってたらマジでぶったたかれそうよね。結構最近ではないけど古くもないから当てずっぽうでいくしかないな、うん、あ、これ多分ミスったらうちサーに粛清されるから。いや、じゃあな、選挙の時にね、あのね、あの歴史好きの俺からしたら、ね、ちょっと答えた問題である。ダメです、ね、よっしゃ。おっ、あー、おきました、ナナミさん1991、正解。よっしゃー、すげー。うわー、やべーやべー、影兵衛に粛清される。さあ、俺スターリンだから。あ、ちょっと、まずい、これまずいこと言った、まずいこと言った。スターリンで絶対に勝てねえ、スターリンとかやだ。ロシア革命だよ。間違えるんだよね、あの、ソ連、あ、これはなんと読む。はい、マサトさん来ました。県立、県立は違います。わからん。そう簡単。あれでもない、これでもない、なんだこれ。難しいね。お前らにはあれがあるだろう。タイピ、タイピングっていう。タイピングしてもダメでしょ。だって、うん、その言葉が分かんないと分かんないよ。ダメリさん。これ、なんだろうこれ。これ、これじゃなくちゃって、待って、ちゃって、ローマ字でいい。いいよ。いいよ。こ、混流。これ正解だ。正解、混流。取ったぞ。これ普通に高校の時から言ってる。あ、でそこでも言ってみるもん。点数が良いやつ。よし、稲妻に追いついた。稲妻に追いついた。今回あの得点マイナスになることないから、ね。あの混流の意味を教えてくださいと。混流の意味。意味で。混流の意味で何だっけな。わかるぞ。お。これはわかるぞ。
なになに建立仏教用語とかしかわからん、ね、はず。いいよいいよ。神がこういうものを建てる。へぇ、そうなんだ。仏教用語しかわからんな。加算されないの？え、ないです。あれ何ありません。カラスル TV ないない。めっちゃ落ち込んでんじゃん。分かった、じゃあちょっとあげるあげるわ。え、さあ、行きましょうか。急に来るかもしれませんが、いつ来るか分かりません。来ました。あ、ちょ、稲妻さん、私がミルダをやる前に生配信してたアプリは